はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。 SP ガイアクライトです。さあ本日なんですが、皆さんあの EMP グレニャードというカードご存知でしょうか。これね、あの診断で実装されました、あのマスカレーナちゃんがぶん投げる爆弾です。めっちゃいいケツしてるでしょ、見て、めちゃくちゃいいケツしてるでしょ。もうカードイラストティア SSS みたいなとかあるんですけども、このカードですね、実はね性能もね結構強いんですよ。今日はねこのカードを使って、デッキ組んできたんでご紹介していきたいと思います。1番2番の効果ありまして、1番の後方による特殊召喚が1ターン2乗しかできないし、2番の効果はターン1と書いてますね。1番目の効果、フィールドまたは自分か相手の墓地にリンクモンスターが存在していれば手札から特殊召喚できる。めちゃくちゃ簡単ですよね、すげえ簡単に特殊召喚できます。レベル2です。はい、で、このカードが手札墓地に存在していて、自分のフィールド上のリンクモンスターが墓地を食らった場合、または、表側で除外されたら、このカードを除外して相手フィールド上のカード1枚を 対象として、手札に戻すとバウンスできるよと。だからですね、グレニャードの使い方としては、とりあえずスプライトとかイビルツインみたいなリンクモンスターをいっぱい展開できるデッキに入れると、まず手から出てきますと。でこのカードを素材にして墓地を置いとくと、リンクモンスターが除外されるか墓地を送られた場合、要は例えばスプライトを使ってなんかリンクマスカレーナのリンクとかね、マスカレーナでリンクしたり、あとイビルツインとかだとリンクする過程でリンクモンスターが墓地行ったりすると思うんですけど、そういう効果でもいいです。こういう効果に反応して相手のカードをバングスできるんですよ。例えばリトルナイトも相手のカード除外できるじゃないですか。リトルナイト出たら相手のカード除外しながらグレニアードで1枚バングスとかもできるんですよね。だからこれね、リトルナイトマスカレーナあたりとすごい相性が良くて、でさらにレベル2で特殊ができるんでスプライトとも相性がいいということで、今回はこのイビルツインのスプライトデッキあるじゃないですか、これにグレニアード採用してきました。これねちょっとね見ていただいたら分かるんですけど、かなり面白い動き、できて、結構強いんで、ちょっとねご覧いただきましょう。はい、ご覧いただくのはカードの動きなのかケツの動きなのかみたいなところあるけどね。うん、スタンバイ。グレニアードマジでいいよな、イラストマジイラストティアーだとかなり SSS ランクでしょこれ。多分イラストティアーだったら SSS ランクだと思うんだね。これトラブルさん、マジでイビルツインちょっと久しぶりに回しておりまして、プレイングお粗末かもしれないのでよろしくお願いします。はい、アルティメットプレイングお粗末ゲーミングの可能性あるんでよろしくお願いします。グレニアードはあれですかね、マスカレーナちゃんが装備している爆弾ですか。はい、非常にねエッチな、はい、なんかあるね、なんだろうな、多分モンスター出てきてからチェーンしてるからエフェクトベーラーとか無限コードとかそっち系なんじゃないかなと思うんですけども、一旦これは出しておきまして、出せるときに多分ギガンティックした方がいいよな。ニビルケアする意味も込めてこうして、これ4回目なんですけど、これで一応ニビル打たれないようにここで発動して、向こう系飛んでくんじゃねえかな。そうだよね、はいはいはい、 OK です、了解しました。ちょっとニビルケアはできないんですけど、あとはニビル持ってたら相手があっぱれということで、スターターぶち込んでいきましょう。スプライトスターター発動。手札強くてすまん。スプライトブルーを特殊召喚で、ブルーの特殊召喚成功時の効果を発動。ブルーによってジェット持ってきて、直接あれかブルーとかキャロットでもいいのか。一応エルフで蘇生して妨害になってくれるかもしれないんで、普通にレッドを特殊召喚しに行きましょう。ジェットでねトラップとか構える動きしてもね全然いいんですけど、できればやっぱねモンスター向こうか魔法向こうどっちか構いたいですよね。モンスター向こうが一般的なんだけど、でスプライトエルフを特殊召喚して、でスプライトエルフいるんで EMP グルニアード特殊召喚、よーしかわいいぞ。あ、これリックモンスターがねいると出てきます。はい、でグルニアードを使ってでマスカレを出して OK で、エルフの効果を発動。これでここは正直ガチでなんでもいいんだけど、特殊召喚させてもろて、でここからキスキル展開いきましょう。キスキルはね展開するっていうか、効果使っちゃうと赤魔族縛りがエクストラデッキから入っちゃうんで、
まあ、やりたいこと全部やってから最後にキスキルやるっていうのが、あの一番の、展開方法だったと記憶してるんで、まあ、これで確かいいと思います。はい。で、キスキルリーラして、で、キスキル蘇生してワンドロー入れといてエンドですかね、これ。で、エルクで相手のターンに、まあ、レッド蘇生と、あとマスカレーナの効果でリトルナイトになれるんで、まあ、それで、相手の妨害を構えていくのと、クロワンドロー入れる。で、あのマスカレーナの素材に、まあ、キスキルかリーラどっちかを使うと、まあ、破壊かドローかどっちか選べますよみたいな、まあ、そんな感じですね。はい。さあかかってきなさい。でエルフいるんで、増殖する GA の墓穴は一応回避はできますね。念のためはメインフェーズ中に打ちましょうか。さあスタンバイフェーズ、メインフェーズ入る、いいでしょう。さあ終わりだし、財宝狩り OK、 財宝狩り G 打って、で穴打たれたら G を蘇生しようかな。あ、ない。じゃあ G 通る。これエルフいるときは増殖指示投げるタイミングメインフェーズにすると、増殖指示メインフェーズにぶん投げるじゃないですか。で墓穴って言われたら、その、対象だった、増殖してる G をエルフで蘇生すればいいんで、そうすると墓穴ケアになるんですよね。一応だからメインフェーズ中に打つことをお勧めします。はい。あ、スピーシーズ、おー、いいよ、ええやん。スピーシーズこれぶん投げられないやん、相手から。神、あ、ディアベルスターか。オッケー。さあ、あとは、妨害を、どういう風に、入っていくかなんだけど、まあ、マスカレーナから行きたいですよね。マスカレーナから。あれ？ちょっと待って。あ、いいのか。マスカレーナから行けばいいわ。シルビア・ダリーナ。シルビア・ダリーナ、おい。ちょっと一応、エルフで、蘇生はしておきましょうか。ブライトレッド蘇生します。これ位置はどこでもいいか。さあモンスター効果使ってくるか否か。あー、なるほど。いや、ポップルス止めちゃった方がいいと思うんだよな。ポップルス止めましょう。破壊する方を飛ばしたいんで、まあ、リーラーですかね。リーラーで、リンクモンスター素材に、素材っていうかリリースしてると、無効にした上で破壊できるんで、これでポップルスが爆破されていく。 OK で、ポップルスが置かれて、でグレニアード効果、グレニア効果発動します。リンクモンスターが墓地を置かれたんで、さあ、貴様のフィールドの、カードを1枚バウンスさせてもらうぞ。いや、このさすがにあれだよな、ディアベルスターをバウンスしてしまって、表側のなんかそのモンスターを消してリンクスターにできないようにした方がいいよね。多分モンスター2体出てこなきゃ多分あの時大丈夫だね。大体グレニアードで爆弾ぶん投げて、爆弾をぶん投げて相手のモンスターを手札に戻していくスタイル。爆風で、爆風スランプきた。邪眼神殿強っ。さすがに邪眼神殿はマスカレナスであるやないな。必殺マスカレーナの効果を発動。マスカレーナによって相手のターンにリンク召喚をすることができるぜ。こっからみんな、もうこれからこれが飛んでくるぜ。つえこれでリトルナイト飛んでくると強すぎだろ。さあ、リトルナイトの効果を発動するぜ。さあ、貴様は何を除外、セットするのかな、わからんけども。ああ、フランベルジュがいいだろう。さあ、SP リトルナイトの効果を発動。SP リトルナイトの効果によって、相手のフィールド上の、邪眼神殿スネークアイをゲームから除外。うおーつえー強すんぎ、強すんぎ、マジで。ジェットシンクロ、あいつ手数多いな。スネーク、ああ、まあまあ、ちょっとそれは普通に響き外だけど、ごめんね。墓穴っていう最強カードで除外するわ。すまんすまんな。これは完全にギミック外で、これただ引いただけ、ただ引いただけのカードを除外していく。はい、オッケー。あと手札1枚なんだっけ、ディアベルさんか。もう終わったな、あいつ人生終了したわ多分。メインフェーズ終了前、イビルツインキスキルの効果を発動。キスキルによってイビルツインリーラーを特殊召喚、リーラーの特殊召喚成功時の効果を発動。相手のフィールドのカードを爆破していく。これさあ、ーでもあれか、現財宝てか財宝カードを送っちゃうとワンドロー入るか。これやな。よし、これでまあ大体大丈夫でしょう。何があっても大体
大体大丈夫だと思います。うらら、なるほど。ではエルフ効果発動したいんだけど、対象ね、スプライトブルーだね。なんかある、スプライトブルー発を特殊召喚したいけど、なんかあるこれさすが白いやつ使うよな多分。あ、まあ、ブルーに当ててもいいけど、どっちでもモンスター結局ブルーに当てるんだったらエルフに当てるよな。そうだよな、オッケーオッケー。でシルビア効果コストディアベルスター、無効にされて、ディアベルスターが、なんだっけ、あのポップルスをなんだっけ、コストにして出てくるよな多分。はいはいはい。でディアベルスター効果起動します。でポップルスコストにして出てきます。だったらこのディアベルスターを処ればいいだけでしょ俺。はいはい、 OK です。でディアベルスター特殊召喚で200ダメージ、この200ダメージ、このうんこの投げつき効果もまあまあ強いよなこれ。さあディアベルスターをの効果を発動してしまう。そしてポップルスの効果も発動してしまう。これそれそのチェーンにするとさ、リトルナイトの効果でこれ通っちゃうんじゃない。あれなんかさ、シルビアってさ、ディアベルスターかあのなんか財宝かなんかの魔法トラップにチェーンしたら無効できるみたいなやつじゃなかったっけ。なんかポップルスって別にそれ対象になってないですよね。これ普通にこれ飛んでいっちゃって、なんか逆にワンキルしやすくなるみたいな話ない？大丈夫かな。フランベルジュなんか貼り付けてっけど、もう死んでんねえぜ。さあ、財宝狩りの悪魔を、セットしていく。まあ、とりあえずピクシーズ召喚させてもらいまして、一回ギガンティッキングスプライツを出しに行きましょう。で、ギガンティックスプライツの効果を発動させてもらいまして、はい。で、素材を取り除いて、これはもうスキルでいいか、ワンドローしよう最後に。で、スプライトブルー特殊召喚。スプライトはね、弱点はあの攻撃力がクソ低いから、あのワンキル取るのが大変っていうことなんですけど、こういうあの時のためにあの私最強カード入れておりますので、ちょっと持ってきますね。スプライトジェットを特殊召喚しまして、でスプライトジェットの効果を発動しまして、宇宙最強魔法カード、スプライトガンマバーストを持ってきまして強ないスプライトガンマバースト強ない。でこうして、でこうして、はい、ワンドロー。オッケー。あ、グレニアード来た。バトルフェイス。いきまーす。ダメして自分いいっすか。うおー、発射ー。うおーつえーつえー。対戦。ありがとうございました。ハンドつえー、マジで。これ、高校理想ハンドすぎるだろ、これ。うらら、うらら G。ニビルで初動墓穴、これさすがに強いでしょやばい。じゃどんだけ得積んだらこの高校ハンドになるのかちょっとあれだけども。さあ、お相手し何でもいいぜ。ピュアリーかな、これなんかメイトピュアリーだけども。ああ、なるほどね。レスキスハイドランツいいよ。オーケーオーケーで、ハイドランツオーケー。まあウララの当てどころはエマージェンシーだし、まあジーの当てどころはまあエマージェンシーなんかな。まあ、プリベンターとかの効果が一番いいけど、ターベランス、あ、オッケーです。了解しました。ってことはこれターベランスからが持ってんのかな。ターベランスじゃねえや、プリベンター。君の運命の人は僕じゃないっつってね。ってことに加えるのはまあいいか。加えさせてあるよ。しょうがねえ。プリベンター、オッケー。さあ、レスケース、プリベンターがってことに加わりまして、まあとりあえず1体でリンクして、リンクリボーはどうぞ。そこまでは OK です。で、プリベンターの効果を起動しまして、特殊召喚しようと言ってくるんで、ここで増殖する人を撃ちます。さあ、エマージェンシー持ってますかと。または、墓穴裏ら持ってますかと。あ、エマージェンシー持ってます。まあ、ということは G は通る。春うららを爆発させて、ここでのターベランス着地は絶対に許さない。ここでのターベランス着地は許しません。ドローさせろ。よーし、オッケー。無限包囲も引けていく。やばい、反応強い、反応めっちゃ強い。さあ、これターベランスの効果を、あ、使ってくるね。オッケー。さあ、ターベランスの効果を使ってくる。了承。
でターベランスが出てくる。ねえ、これ G 中だから、これここで効果発動するかな、しないかな。まあ、ちょっとこれチェーン打つってのバレてるこれ。プリベンターと、リンクリボーで、リトルナイトが出てきて、はいはい。で、プリベンターの効果で、モンスターが出てきます。出てきてからでいいな、これ。出てきて、ニビル、チェーン、リトルナイト、チェーン無限法よ。わからせよ。原生メタニビル爆発。さあ、どうします？使いますよね。多分、リトルナイトは使うでしょ。さすがに。これ、ただいなくなるだけだろ、ちょっとあれだもんね。ターベランスが。一応、エンドフェーズには戻していきたいよね。そうだよね。ああ。全部読めてんだよね、動き全部読めてるから。すまん、手札強くて手札強くてすまんすげえ噛み合った、すげえ噛み合ったドロー。さすがにこんなに誘発撃たれたら相手なんもできんだろう。はい、で全部吹き飛んでいく。ブラボーンI don't wanna close my eyes 勝ったぞグレース。まあ、まだ分かんないけど、まだ手札2枚ある。笑うな、まだ笑うんじゃない。セット、よし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 。しかも相手の G とか裏はもう完全弾けるからね、これ。ハカラマサス引いてっからな。さすがに強いだろこれ。相手が無限保養だとしても多分貫通できるよこれ。とりあえずライブツイントラブル3の効果を発動しまして、ライブツイン系のモンスターを持ってきたいんだが、なんかあるか。これ持ってきて、で、召喚して、こうグレニアードも出せんのか、これ強えな。で、イビルツインリーラ出します。え？あ、やべ、あ、俺モンスターいるじゃん。ちょ、ミスった。やべ、そういえば、ニビルとかいう邪魔モンスターいたわ。ごめん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 。普通にミスった、普通にミスった、やべえ、調子乗ってたすげえ調子乗ってた、やべえ他にモンスターがいないときだもんな、リクルート効果入るの。マジで忘れてたわ。ギガンティッキングスプライツターを出して、で超融合、マジマジスカロックンロール、マジスカロックンロールなんだけど、おい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 、バトルフェイス打つしかありません。やばいです。これちょっと待って、ニビルこれでも逆にキスキル残ってるからまだいけるか。これ開始のターンで何が、あ、まあ炎としてどうでもいいわ。もうはい、ぶん殴っていく。でニビルぶん殴ってもろて一回で、話はそういう方だな。セット、まあ、ただ墓地だいぶ超えてるから、同じやつ引いたら墓穴で無効にできるか、実質多分、ね、大丈夫と思う。ターベランス引いても無効にできるし、ハイドラント引いても無効にできるし、ヤホイスター引いても無効にできるから多分大丈夫。一番初動は多分全部墓穴でケアできると思うわ。だから相手らもこれニビルトークンでニビル殴ってもらって、で、解消ターンでキスキル召喚だな。オッケー、ちょっと普通にミスったわ、ごめん。超融合普通に食らうし、トークン強いしトークンめちゃめちゃ強いし、さあメインツオッケー、セット、なるほど。まあ法要か墓穴か抹殺か、その辺でしょうね多分ね、あのデッキね。まああれか、レスキュースマホトラップカードの可能性もあるか。キスキル召喚で効果とリーダー属召喚したいです。オッケー、これはなんか知んないけど耐えてる。こっからない、あの癖カードなんだろうね。でも何でもさ、抹殺で無力化できんじゃない多分だけど。まあ一旦ギガンティックスプライト出しに行くのが一番なんじゃねえかという説はあるんだけど、どうでしょうか。多分まあ俺の指抹殺墓穴無限法要チェーンしてるから多分ね、あれだと思うんだよね。あとレスキュース速攻魔法、あー墓穴ね、はいはい了解です。まあ、それはね、俺のハンドが強すぎたため、マスターズの指名者で無効させてもらいます。さあ、指名者で指名者を無効にしていくスタイル。これ久しぶりにやったな。この穴を、その、マスターズするのめっちゃ久しぶりにやった。はい。で、ギガンティックスプライトが、
効果有効になるため、オーバーリミットを1個使い、デッキから、まあ、もちろんブルー出していって、これで、まあ、あとはあのトークンがちょっと強すぎ問題が発生してるんで、それをなんとかしてしょんないといけないんですけど、ジェット持ってくるでしょ。でジェット特集、あでもあれかグレニアードいるからバンすぎるな。多分グレニアードいるからリンクモンスターが墓地に行きさえすればあの除去できるから、多分これあれだわ、イビルツインムーブかなんか捨てれば大丈夫だ。多分なエルフで蘇生すればいいな多分。ねレッドいるんだけど、だからこうキャロットか、キャロット出してオッケーいけで、エルフ出す、こことここ、はい、さあエルフ出して、でエルフ効果起動、キスキル出して、でマスカレーナを先に作りまして、エルフでね、あとでマスカレーナ蘇生できるんで、エルフがいる状態でのやっぱマスカルリトルナイトはさすがに脅威と言わざるを得ないな。ああで、キスキル出していく、でキスキルからのグレニアード効果、うお爆弾をブーンバブーン、よし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 強い強いだこれ、これ強いな、圧倒的打点のねトークンもね手札に戻してしまえば、ね、消えますんでね。でリーダー出して、これ以降ねもう悪魔族しかエクストラデッキから出せなくなっちゃってるんで、まあ、そこだけ注意ですかね。はい、まあ、ちなみに打点低すぎてワンキル取れなかったんですけど、まあいいでしょう。てかさっきあれかな、ジェットでなんかガンマとか持ってきたらいけたりとかしたのかな。ちょっとごめんなさい、あんまりこの辺のキルルートそんなに詳しくないのではありません。でシークレットパスフレーズ一応持ってきまして、トラブル3で、トラブル3の効果起動しておくと、これってあれだよね、2番の効果確か単位じゃないんだよね。なんで、まあ、めちゃくちゃなバーンダメージ入るみたいなところだな。で、キスキルからの特殊召喚。はい。で、バトルフェイズ。カモン！打点が低すぎて、ワンキルが取れないぜなんかワンキル取る方法ありそうだよな。ちょっとあんま分かってないんですけど、すいません、イビルツイン詳しい方教えてください。でエンドヒズ、まあただ相手手が1枚なん でしかもハカーラと G あるんでね、さすがになんとかあんじゃない。でマスカレーナ蘇生からのリトルナイトあるんでね、はい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 。でヤホイスター効果、まああまりにも手札強すぎてごめんなさいするんだけど、ハカーラの指名者でエアホイスターを除外してあげると、そのエアホイスターの効果もろとも無効になってしまうと、同盟カードが全部そのターン中効果が無効になっていくで、スプライトエルフの効果を起動して IP マスカレーナを特殊召喚していく。グレニアードぶん投げた本人が、墓地から舞い戻っていく。 OK 強い強すぎる、あまりにもあまりに強い。さあどうしますか、殴るしかないですよね。 OK IP マスカレーナの効果を発動、 IP マスカレーナの効果によってこれかカモン SP リトルナイツ特殊召喚成功で効果発動、相手のエアホイスターをどれ、エアホイスターをゲームから除外、よし熱いあ、てかこれキスキル出しちゃったからリーダーでキスキル蘇生できねえや、まあいいや、殴れば勝ちだこれ。ガンマバースト、おっつえガンマバーストつえ一応ブルー、何に蘇生しても変わんねえこれ、はい、ちょっとすいません、これ余計なんで殴りますか。はい、バトルフェーズ入ります。ダメにしていいですか自分、うおーおりゃリトルナイト3000バケモンだろマジでリトルナイトの3000バケモンすぎ、大変でした。あーレッドキャロット、ああ一瞬先行しかったなこれ、まあ、ただ結構手数は出そうなんで、まあ、ワンチャンですかね。これ意外とねアーゼウスでまくるとかもできるんですよ。
このデッキ、シャドウモスキートからのアーゼウスみたいなあのこともできますんで、ダグナーズアーゼウスみたいな。まあ、なんで、まあ、ちょっといろいろレッドとかキャロットでなんかこう相手の動きとか釣って、パスペレーズとか使って、シャソセとか、まあ、なんとかして、ダグナードまでつなげていきたいなというふうに思いますが、黄金色の竹光、すげえカード入ってるね。王の棺。なるほど。まあ、でも確かに竹光を捨てて、イムセティの小型を使ったら宇宙発動するか。確かに。ドローソースを持ってくるカードとしてイムセティを使うの優秀だな。ドゥアムテフ、いいだろう。さあ、王の棺の効果が発動されて、タケトンボグも入ったのね。タケトンボグは手札はそんなに強くなさそうだけど、まあ、ただ脳死でホルスが4体生成されることだけは確定した。マジシャンズソウルズも入ってるのか。おい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 、まあ、強すぎねえか、それ。なんかわかんないけど、これ宇宙創造されそうだな。さあ、墓地からバケモンが多分創造されていく。バケモン無限は来た。やばすぎ。ドゥアムテフ、ケベンセヌフ、ハーピー、イムセティ、これ全、ホルスモンスター大集合ですね。はい、あとはホルスの黒炎神だけ。あ、黒炎竜もいるか。さあ、2体で、ディンゲルス。ディンゲルス。え、それ先行で、あ、なんか破壊すんのかな、なんかわかんねえ。どういうこと、ちょ、わかんない。先行出すモンスターじゃない、それは。あ、ペインゲイナー、何、セブンシーズまで行くのか、なんだと、どういうことや。セブンシンズまで行きたい人間ってこと。ザ・セブンシンズ出てきた、よくわからない、何がしたいお前は。先行セブンシンズでドヤ顔するってことか。え、違う、ドラッグラビオン、何、なんかよからぬことを考えているな。ドラッグラビオンはちなみにドラゴン族のなんか、ナンバーズを出せますよみたいな。ヌメルドラゴン、やばいやばい、ちょっと打点やばいな。打点がやばいぞこれは。いくつだこれ、2万。どういうこと、神じゃねえか。おい、神じゃねえか。